すみません、長々話したんでまたバッテリー切れちゃいました。うん、何話したかな。まあ、まとめです。やっぱりまとめていきます。結局ね、あなたがいてくれるだけでも私はそれだけでいいのっていうふうに思ってもらえる自信が私の場合はなかったんで、いろんなものをね身にまとったってことなんですよどんなものでもいいから、1ミリでもモテるために、1ミリでも自分好みの女の子に振り向いていただけるために、俺は男というものを使い切っていくぜみたいなね、そこが根底にあります。だからね、モテたくてしょうがないんですよね、私の場合は、うん、自分好みの女の子にね。で、自分好みの女の子に、まあいわゆるねご縁いただいたんで、もうこれからは恋愛はこの奥さんたった一人に使っていこうかなってことでありますね。だからこういうふうに思える自分ってのも結構ね好きだなと思いましたね。だから今の奥さんに出会うまではね、女性にすごくまあいわゆるだらしなかったということが大いにありますんでね、うん、いやーだから懐かしいな。だからね、恋愛がね全てのエネルギーですよ、私正直に言ったら、うん、これからも、まあ、大好きな奥さんにモテ続けるためにね、稼げる自分であったり若々しい自分であったりね、こう強い自分であったりとかねしていこうかと思いますね。ということでございます。じゃあパート2はちょっと今回短かったんですけども、以上です。いってらっしゃい。